新年明けましておめでとうございます。2020年第1弾、この人なしで動くガンダムはありえない。1ミリでもずれると18メートルのガンダムが動かない。ミリ単位の正確さを問われるプロジェクトのキーマン、ついに動くガンダムのテクニカルディレクターが登場。ってなんだこの地味な映像は。動くのかガンダム、夢への挑戦。第4話、ミスターイエス。はい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 ですよね。はいが聞こえればチェック完了の合図。この人のはいはイエスのはい。ミスターイエス、石井明則。動くガンダムのテクニカルディレクターを任されたプロジェクトの中心人物だ。作られている部品が設計通りの仕上がりかチェックするため、石井さんは全国を飛び回っている。つまり石井さんのはいがなければプロジェクトは進まない。設計と照らし合わせ部品の最終チェックをするのが石井さんだ。そんなミスターイエス、石井さんをメンバーがどう思っているか聞いてみた。もう会ったこともなかったのに、石井さんのイメージ、ガンダム大好きっていうイメージ。会わなくても伝わるガンダム愛で、やっぱり石井さんがこう正式にこう加わっていただくことでプロジェクトに対してこう柱がしっかりできたところは間違いない。おお、頼りがいもあるのか。多分女だったら惚れる。惚れる？ガンダム大好きで頼りがいがあって惚れ惚れする、時代が求めるリーダーってやつですね。そんな石井さんがプロジェクトの前半の山場、最大のチェックポイントと言っているのが減速機の取り付け。でも石井さん、減速機ってどんなものなんですか？超重要ですね。なものです。やっぱその力を出す、関節の力を出すところ。そんな大事なものなら現場をチェックするしかないでしょう。ということで減速機の製作現場へ。こちらが今回減速機を担当した方々。すみません、製作現場見せてください。いや、それ一番ごめんなさい、ダメなやつですね。なんと制作現場は取材不可。でも代わりに自分たちのカメラで映像を撮ってきてくれた。これがきっと減速機なんだろうね。でもよくわからないので映像をお借りし、仕事終わりの石井さんの自宅へ押しかけた。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。こんにちは。あれ、なんかこの部屋すごく狭いですけど。ガンダムの仮組やってますんで、それの現場に行くように単身4人ですね。土日は戻ってますけど。なんと石井さん、奥さんと3人の子供たちを残してガンダムプロジェクトに没頭中。幼少期からガンプラにはまり、そこから人生ロボット一筋。理系の道に進んだのもガンダム愛ゆえ、建設機械メーカーに入社後、双腕重機アスタコなど超高性能ロボット重機の開発に携わった。そして勤続19年目の2018年、石井さんは大きな決断をした。今その会社っていうのは、あ、私がですか、は辞めましたね。え、勤続20年を目前にし、ガンダム設計に全てをかけるためスパッと退職。プロジェクトのサイトをチェックすると、ただ一人専任の2文字が。多分ここはやっぱもう専任でやらざる得ないようなポジション、やっても結果後悔するかもしれないんですけど、まあそれよりは、やらない後悔よりはやって後悔する方がいいかなと思った。その要はガンダム作りたいっていうところがずっとあったんで。自宅にはガンプラがなんと250体以上、そしてびっしり並べたいということで144分の1スケールを買うというこだわりぶり。しかし実物大ガンダムを作る多忙さで、持ってきたガンプラは箱のまま。会社を辞め、家族の元を離れてまでもガンダムにかける男がここにいた。ん？なんか忘れてるような。あ、そうだ、石井さん、もしかしてこれが。これは減速機ですね。膝に使う減速機だと思います。ああ、なるほど、これが減速機なんですね。動くガンダムの骨格は鉄製のフレーム、関節にモーターが装着されて動く仕組みだ。モーターは高速で回転するが、重い鉄製のフレームを動かすパワーが足りない。
そこで登場するのが減速機。減速機はモーターの回転速度を減速し、パワーを増強するという優れもの。この減速機のおかげで巨大なガンダムのフレームをゆっくり動かせるようになるのだ。しかも石井さんによると、膝で使用する減速機は国内最大の大きさだとか。そして数日後、いよいよ減速機とフレームをドッキングさせる日がやってきた。現場を覗いてみると、なんだか慌ただしい。どうしました？止まらない。じゃあやっぱ止まらない。あれ？やばくない？全然向きがでも違うよ。あらら、どうするの？これ折れますね。それダメでしょう。とりあえず4本ボルト入ってる。お、いけるのか？そこへミスターイエス、チェック担当の石井さんがやってきた。石井さんが漏れなく確認していく。ミスターイエス、どうですか？はいはいはい、はい、入るかどうか心配したんです、はいはい、お、ってことは素晴らしい設計じゃないですか。誰が設計したの？山場越えた。見事なドッキング、さすがです。もう超上がってます。いくつか山場はあると思うんですけど、前半の超山場だと思います。ここはちゃんとやっぱハマるかどうかが怖いです。石井さんが怖いという設計の世界、この慎重さと細かさが1ミリずつガンダムを動かしている。まだまだ石井さんの単身赴任生活は続きそうだね。実物大ガンダムが動くまで、ミスターイエス石井さんは何回はいというのかな。次回、詳しいことは言えないけど、プロジェクトが大きく動き出す。あの人もこの人もあそこに大集合であれを発表。